あ、ババ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 バあ、違った。お絵描きコラボ。まあ、なんか名前から察する通り、お絵描きでこう、他の人、知らない人とコラボする感じなんですけども、まず名前を決めましょう。まあ、ストレートにはじめ社長でやっていこうと思います。はい。あ、iPhone ケース、プリンにしました。では、お絵描きしていきましょう。バニラッキョさんと一緒に描きます。よろしくお願いいたします。お題を描き、お題雪男、体を描きます。わかりました。で、僕が体で相手が顔を描くということは、あ、ここに俺が雪男の体を描けばいいってことね。わかりました。雪男か。待って、俺やばい。絵の才能がないんだよな。やばい、どうしようどうしよう。時間がシティマンとかやば。まあ、雪男なんで、こう。待って。やばい、基本ベースは人間ってことっしょ、多分。あ、待って、やば。時間なすぎる。相手うまっ！ごめんね。片手しか描けなかったよ。最初だったんで、時間の配分ができんかったな。なるほど、指定時間があるんで、ちょっと早く描かないといけないっぽいな。頑張ります。よろしくお願いします。お題はウソップ、顔。簡単でしょ、ウソップは。よし、ここにウソップの顔描けばいいんだな。ウソップは基本鼻があるんで、こんな感じですね。で、帽子被ってた気がするんだよね、ウソップ。あれなんかおかしくね？多分なんか髪の毛もさもさしてるから、こうやって、で、目が丸っぽかった気がするんだよね。いや、無理です。これが限界だよ、俺のウソップの。はい。おお！これはちゃんとウソップです、どう見ても。うわ、すげえ。なんか、やっぱ知らない人と協力するのってなんか面白いですよね。ん？おだ、あー、ブラックジャック。よろしくお願いします。ブラックジャックかー。なんかね、ピノコが好きなんで、なんとなく髪の毛がなんかこうギザギザしてるんですよ。やばいやばい。ごめんなさい。いや、俺の中のブラックジャックはこんな感じです。さあ。おお、すごい！スライムブローだ！すごいすごい。本当に、ちょっと感動した。スクショします。さあ、のんきちさんよろしくお願いします。バイキンマンの顔、うわー、バイキンマンが、むずいな。どんな感じだっけな。やばい。きついな。おー、あ、いや、ごめんなさいってやっておきます。これはどう見てもバイキンマンじゃない！これ多分ね、今いる人結構ね、真面目な人が多い気がするな。お題に忠実に書いてる人が多いですね。お母さん、私んちの体を描きます。すげえな。で、私んちのお母さんが来る体で俺が描けばいいから。さあ、どうでしょう。私んちのお母さんじゃないでしょ、これ。マツコデラックスの体が分かりました。よろしくお願いします。できました。はい。うまっ！うまっ！うめえ！やばい、俺の体が申し訳なくなってきちゃったよ。ミュウツーの顔はマジで難しい。待って待って。ミュウツーの顔でしょ？え、どうすればいいんだ？ミュウツーの顔、やば！待って。だいたいこう、なんかこういう感じで、首の中でこういう変な管がついてるんですよ。トゥルジュ、トゥル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 、やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい、ほんとごめんなさい。やばいっす。ほぼミュウツーだけど、ほぼドビー。よろしくお願いします。ムーミンね。オッケーオッケー。わかったよ。ムーミンはさすがに描けるよ。ムーミン？ムーミン。え？ムーミン？やば、待って待って待って。こういう感じしか思い込まないんだけど、もう。やばい！無理だよ！え？こんな感じじゃないっけ、ムーミン。髪の毛生えてた気がするんだよな、こう。やばいやばい。いや、ほんとごめん、やばい。まずね、終わり。いや、俺も謝っとくよ。ごめんよ。俺はこれは気づいた。俺に絵の才能は。ねえ！